これぐらいの油でもね、全然美味しく上がるんですよ。はいどうも、関口メンディーです。ということでですね、すいません、ただの酔っ払いでした、すいません。今回は、僕がほろ酔いということはですね、どんどん加速していきたいので、僕が一番好きなおつまみ、唐揚げをやります。前にも動画でやったことあるんですけども、いろんなポイントをね、言わなかった。なぜなら、動画慣れしなかったから。なので、今回はいろんなポイントをね、説明しながら、なので、やっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあね、本当に美味しい唐揚げ、本当にこれ美味しい唐揚げなんですけども、僕が居酒屋さんで唐揚げを頼まなくなったっていうですね、一品です。なぜなら僕の唐揚げがうますぎて外であんまり食べたくなくなってしまったっていうような、イキリ料理研究家になってしまったんですけども、今回使うのはですね、まあやっぱり唐揚げの王様はやっぱり僕ね、このもも肉。鶏肉の下処理とか、まあ、なんかいろいろあるんですけど、いらない。油ついてればついてたほどうまいし、筋、別に切んなくていい。そこまで味変わんないので、はい。ね、これでまた炎上するかもしれないですけど。まず僕は、この2等分にしちゃいます。このもも肉をね、2等分にして、で、こっからですね、切っていきます。今回 320g 塊なんですけども、全部ね、均等な大きさにした方が美味しいです。鶏肉ってね、片方が厚いんですよ、こうやって切ると。厚い方は、ちょっとね、細かいとか、小さめに切る。こんな感じで。はい。で、これぐらいですね。はい、これぐらい。あんまり大きいと、二度揚げしなきゃいけないので、二度揚げめんどくさいので、やりたくないので、衣が好きだから、どちらかというと肉はね、あんまり大ぶりじゃない方が美味しいと思ってます、僕は。これも一口大で、ね、はい、9等分今回しました。肉の大きさはこんな感じです。まあ、ちょいバラバラですね大きいのから揚げていけばいいので、はい、時間差で火が通っていくので大丈夫です。これ10等分してる、すいません、ちょっとね、算数もできなくなってしまいましたけど、この唐揚げは多分世界に存在している唐揚げの中で僕が一番美味しいと思ってますので、これはもう必ずもううまくします。でですね、でこいつを漬け込んでいきます。まずね、お醤油大さじ3、まあ、これで結構ね調味液できるので、もうちょっと 400g ぐらいまで全然漬けられます。3強なので、もうちょっと、気持ち入れます。みりんもまあ本みりんでもいいんですけども、全然みりん調味料でもうまいです。はい、でこれ1で酒ですね。はい、酒を大さじ1。はい、味の素なんですけども、結構入れます。小さじ3分の1ぐらいなんで、小さじ3分の1っていうと大体7振りから8振りなんですね。1、2、3、4、5、6、7、ね、8振りいきます。にんにくですね、にんにく1かけ、これね、チューブでもいいんですけども、生の方が美味しく仕上がると僕は思います。はい、香りね、すったにんにくとチューブのにんにくの香り全然違うのでね、はい、できれば生使ってください。トントンと丸々1個すりつぶしちゃいます。でここでですね、ナツメグです。はい、ナツメグはちょっと5振りぐらい、今回はちょっと強めにつけます。はい、このナツメグ入れてください。これをすることによって非常にですね、美味しいスパイシーな香りがつきますんで、ナツメグ入れて、もうね、そうするとね、ナツメグの香りがしてきます。そしてこのナツメグの香りをおかずに飲んでいきます。お前も今からプレミアムになるんだよ。揉み込んで、この状態でですね、塊がちっちゃい、そこまで大きくないので、今日20分から30分このままつけておきます。常温でつけていきます。唐揚げやっていくんですけども、至高の唐揚げっていうことに、させてください。なぜかというとですね、
僕あの唐揚げ相当いろんなレシピやってるんですよ。多分ね 10超えるんですけども、僕の唐揚げのレシピって。これ以上うまい唐揚げ作れなかったので、これが至高です。はい、唐揚げの、油の温度、これね中火です。で、汁気ちょっと絞って片栗粉につけていきます。で、あのねあくまで僕はですよ、あくまで僕は衣たっぷりつけた方がいいと思ってるので、衣はね熱ければ熱いほどうまいので、でこれを数個作っていくんですね。まんべんなくつけていく。そしたらねもう大きいのから揚げていく、まぶして揚げていく。あとはね揚がったものからあの順に揚げていけばいいだけですからね。で揚げていく。あのたまにねこの調味液に片栗粉まぶしちゃう方がいるんですけども、この唐揚げの場合は水気を落としてから叩いてください。その方がね美味しく仕上がる、あのカリッと仕上がるんでね。で、たっぷりつけて、揚げていく。こういうところにね。で最後の1個も入れちゃいます。二度揚げは僕はしないです。なぜかというと、肉常温に戻してますし、二度揚げする必要がないから。大きい唐揚げだと二度揚げする必要があるんですけども、これぐらいの一口サイズの唐揚げだったら二度揚げする必要ないです。と油の量もこれぐらい少なくていいです。これを、揚げていくとやっぱり、ね、醤油のタレの香りがすごく香ってくるので、これで、プレミアムになれる。あープレミアムに俺はなる。このチャンネル初めて見てる方はこういう寒いのがこのチャンネルの特徴なので、あんま気にしないでください、ね。はい、いいですね。これぐらいの油でもね全然美味しく揚がるんですよ。で全体が揚がるまでちょっと揚げていきます。温度はね中火から動かさないで大丈夫です。ここら辺はもう揚がってるかな。ここら辺はね、この状態でもまた火が通るんで、これも、ちっちゃいので大丈夫ですね。トイプードル色になったら揚げていきます。この唐揚げがうまいのもまた。でもちょうど揚がりましたんで、この状態で、ちょっとね休ませます。2、3分で大丈夫です。2、3分、休ませて、中までじんわりと火を通していきます。2、3分休ませましたので、こいつを、持っていきます。うんぐらいの感じで持ってって、いただければなとね。レモンがあるとずいぶんさっぱり、いただけますので、至高の鶏唐揚げ完成でございます。はい、それではですね、いただきたいと思います。いただきます。いや、これ絶対合うだろう。ではですね、いただきます、うん、お前が一番うまい、本当に大好きなんですよ。まあ、僕は料理研究家なのでいろんな料理やるんですけども、これはもう個人的に一番好きなんですよ、僕。合う、これとビール。やっぱりですね、ビールもいいんですが、ジャックダニエル。唐揚げの余りのレモン盛大に飛び散った。やっぱね、ハイカラじゃないかな。ハイビーもいいんだけどね。ハイビーもいいんだけど、ハイビーじゃねえや。ハイボールとビールになっちゃった。レモンもちょっと絞りますよ、これ。ね。レモンはね、この皮目を下にして絞るとね、皮のこの飛沫が飛ぶんでいいと思います。うん、ちょっと最後、あ、生きてる。めっちゃうまいやん。ほんとこの唐揚げ超えるもんもう僕はないと思いますね。一度揚げしかしてないんですけども、衣はサクサク、中はジューシー、味もしっついてる。香るナツメグの香り、たまらん、たまらんばい。あ、ずっとこれで飲みたい、ずっとこれで飲みたい。この唐揚げは片栗粉しか使ってないのでお弁当には向きません。お弁当にすると衣がしなしなになっちゃうんで、これ揚げたてが本当にうまい。揚げた瞬間ハイボールと流してください。揚げた瞬間食べる。このふわっと香る厚めの、今回5振り入れましたけど、スパイシーなのが欲しい方はもっと入れてもいいです。至高の唐揚げはこれがありえない。余計なコツもいりません。僕が生きてきていろんな唐揚げ食べましたけど、こいつがもう本当にナンバーワンです。皆さんと一緒に楽しみたい、ぜひ作ってみてください。ちょっと裏事情を話してね。ああ
で皆さんはですね、揚げ物してる時にビール飲まないでくださいね。なぜかというとビールこぼしちゃったら大変なことになりますから。はい、僕は大丈夫です。カットすればいいから、こぼしたら。